里崎チャンネル。こんにちは。ただ今自主トレの時期ですけど、はいはいはい、なんか結構その選手のインスタとか、はい、まあ、テレビのニュースもありますけど、見てると、はい、結構野球外の違うその競技の選手と一緒にやってたりするじゃないですか。うんうん、そうですね、自主トレね、はい、結構してますよね、最近ね、はい、多いですよね、はい。なんでですか？しかもなんで氷があるんだみたいな。そうですね、あれはですね、まあだからあの球団枠を超えてとかあるじゃないですか、はい、そのいろんなね、あの鈴木誠也のとこ行ったりとか、はい、ソードバンク内川のとこ行ったりとか、うん、坂本のとこ行ったりとか、はい、ジャイアンツの、まあ、その異競技の選手プラス球団の垣根を越えて自主トレってどうやって繋がっていくんやと思うでしょ。そうですね、はい、だから あれはですね、うん、一番簡単なのは、はい、トレーナーとか、うん、個人で契約してるトレーナー、はい、もしくはトレーニング施設、うん、もしくはマッサージのケアする人の一つながりです、一番多いの。へー、あ、そうなんですか。同じその整体師さんとか、そう、同じそのトレーニング教えてもらう人とかでが、その野球選手も見てるしプロゴルファーも見てるみたいな。あ、そうなんですか。トレーナーさんつながりだったりとか、はい、そのケアする人のマッサージしてくれるとか、はい、ケアしてくれる、体のケアしてくれる人つながりだったりとか、はい、あとは栄養士的な人つながりだったりとか、はい、そういうなんかコンディション作りのために契約している人つながりでつながること多いです、結構。僕の聞いてる感じ7、8割そうですね。あ、そうなんですか。なんでそのプロゴルファーと一緒に自主トレするんだろうとか、お、いい質問ですね。すごい疑問に思ってました。それは一番簡単なのが、はい、シーズンが一緒っていう。あ、野球とゴルフは。あ、なるほど、はい、だからゴルフも、はい、女子は3月ぐらいから多分開幕すると思うんですよ、日本の、はい、あの沖縄で始まるのが多分初戦だと思うんで、はい、でシーズン終わるのが、まあ、最後まで戦うと10月とか最後あるのかな、はい、でも野球と一緒ぐらいなんですよ、はい、シーズンが。だからシーズンオフも一緒じゃないですか、はい、だからそのトレーニング一緒にしやすいんですよ。だからサッカーと野球とかしないじゃないですか。しない、シーズンが違うじゃないですか。はい、今サッカーね、もうそろそろ始まったりとか、代表に行ってたりしたりとか。そうですね、開幕も早いですよね。バスケットとかも今やってたりしてるんですか。はい、逆ですね。ラグビーとかも、うんうん、だからその、競技のシーズンがいつかにもよって、多分ゴルフと野球は一緒のシーズンっていうのもあるし、はいはい、あとそのゴルフも振るじゃないですか、はい、だその、バット振って練習とかしますもんね、はい、ゴルゴルファーも、うん、そういうので、その振るっていうことの共通があったりとか、はい、トレーナーさんが一緒だったりとかして、はい、だからプロゴルファー特に女子が多いですね。そう、女子が多くて、でもだったらそのまあ女子と男子ってまあ体力的にも違うし、だったら男子プロとやればいいんじゃないかなとも思うわけですよ。またなんかだから多分これはもう僕の完全な、はい、考えですけど、はい、女子の方がガツガツしてるんですか。 あと男子の方がなんかこう、はい、僕もゴルフ番組一緒に出させてもらうことありますけど、うん、はい、チームセリザワとかで、はい、その芹沢さんを師匠として、うん、その下に宮本さんとか藤田さんとか、はい、その門下生がいるじゃん、はい、ジャンボ軍団とか、はい、だから男子は多分その師匠がいるんじゃないですか、はい、でそのチーム芹沢とか、うん、ジャンボ軍団みたいな、はい、チーム誰それみたいな感じで動いてるかも分かんないですね、はい、男子は。なるほど、はい、え、じゃあまあでもですよ、じゃあそのプロゴルファーと野球選手が一緒に自主トレをやります、はい、でも全部中身一緒ってことはないですよね。女子ゴルファーが必死にこうやって振ってて、やってますよ、やってますよ、振ってるの。え、そんなに振るんですか。はい、バットスイング、それはまあゴルフの練習にね、はい、謎のようなバットスイングしてると思いますよ、はい、とかその走ったりトレーニングして体力強化したりとか、はい、え、じゃあ一緒にやってるって、じゃあ同じ場所で違うことやってるっていうよりは結構一緒のこともやってるんですか。だからロッテだと福浦さんが、鈴木愛ちゃん、賞金王の鈴木愛ちゃんと一緒に沖縄自主トレしてたりとか、はい、あと今年もアメリカツアー出てた山口鈴香ちゃんっていう女の子が、はい、横浜の山崎康明とか、はい、ベイスターズのなんか合同自主トレみたいなチーム自主トレに参加してたりとか、はい、あと一回僕増田とよくゴルフ行ったりするんですけど、はい、マッスンとゴルフ行った時に宮里美香ちゃんが来たんですよ、はい、一緒に、はいはい、で、あ、マッスン宮里さんと知り合いなのって来たら、トレーナーが一緒でって、で知り合って、はい、でゴルフ来たりしてますとか。へー、あ、
そういう感じなんですね。そうそうそう。あとはなんかそのお世話になってる人同士、うん、お世話になってる人がゴルファーもこうなんていうんですか、繋がりがあって、はい、僕とかだと年一で、はい、あの今江とか、はい、僕とか、まあ、今回まっすぐも来たし、うん、あの薮田さんとかも来たりして、はい、あとプロゴルファー の青木セリナちゃんとかが来て、そのゴルフコンペみたいなのがあったりもするんですよ、はい、じゃあその、まあ、プロゴルファーは野球選手と一緒にやることでそのバットを振る練習とか走ったりのトレーニング、そうじゃないですか。野球選手にとってその他競技の方と一緒にやるなんかメリットとかっていうのあるんですか？だからゴルフ教えてもらうんですなるほど、ゴルフ好きな人多いからやっぱりゴルフ教えてね、はい、ちょっとしたらレッスンがね、あ、なるほど、聞いたりとか、ここどうなんですか、ね、そうか、じゃあ、まあ、野球とは別に気分転換とかで、はい、教えてもらったり、はい、あ、そういうことですか、はい、はいはいはい、まあでもまあそう考えると楽しいですね。で楽しいと思いますよ、うん、だからその球団の垣根を越える時も、はい、先輩後輩のラインとかで頼んでもらったりとか、はい、トレーナーさんが一緒で頼んでもらったりとか、この A っていう主力の選手のトレーナーと、このじゃあこっちの選手のトレーナーが知り合いで、はい、じゃあ頼んであげようかって頼んでもらっていくのかっていう感じの人のつながりでっていうのが結構ありますね。結構その、球団を超えて一緒にやってるじゃないですか。もう本当に全くつながりがないけど、あの人とどうしてもやりたいみたいな人もいるじゃないですか。そういう時ってどうするんですかね。それはもう誰かに聞いて、はい、連絡先聞いたり、はい、言ってもらうなりして探しますよ。でそういう人もやっぱいるんですかね。いや全然いると思います、中にはね。直談判を中には、はい、弟子にしてくださいみたいな、かなり少ないとは思いますけど、はい、もう先発待ってたらそんなこと言ってられないから、はい、行きますよ、うん、なんか自主トレのメンバー見ると、え、なんでこことここが一緒にやってるんだろう、え、ここって仲良かったのかなみたいな、すごい面白いですよね。だって頼まれて断る人いないでしょ。だってまあ確かに一緒に嬉しいじゃないですか、はい、ね、その若い選手とか、はい、その自分を慕ってくれる人たちが一緒にやりたいんですって言って、はい、嫌とは言わないですよね、まあ、だって、ね、自費できますしね、はい、自分のお金で、まあそっかそっか、はい、それは先輩が払ってあげる必要はないですね。ないですか、はい、へえ。それでやって、まあその多分嫌っていう人いないと思いますよ、うん、一緒にやりたいんですって。だからもういるとしたら、はい、俺は一人でやりたいから、はい、ちょっともう受け付けへんねんっていう人はひょっとしたらいるかもわかんないですけど、あ、そうなっちゃったんですかで僕は別に車の子はなんですけど、はい、一回だから田村がロッテのね、はい、一緒に自主トレしたいって言って、はい、で一緒にすることになった時に、はい、俺はもうこの時間に始めるから、はい、この時間に必ず来いよって言ってそうなんですか。その代わり遅れた瞬間にもう俺は二度と一緒にしたいって言って、あ、遅刻したらもうハモってことですね、はい、そういうの好きじゃないんですよ、はい、だもし来れなかったら別に来れない、なんか事情があるから来れないって言ってくれればその話だから、そうですね、はい、うんうん、だから最低でも8時までには球場に来て、え、来たんですか、ちゃんと来てた、遅刻一回もしなかったですか、はい、おー、すごい、じゃあ2人やってたんですか、その時は。そう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 、へー、でもまあぶち切れられますけどね、僕にね何ですか。いや僕は、はい、柔軟はちゃんとしてくれって言うんですよ、はい、ストレッチですか、はい、の柔軟体操も、うん、その柔らかくするために柔軟だけは真剣にやるって、はい、でこれはじゃあ柔らかいからって何かに越したことはないですよね、うんうん、別に柔らかくなかったらいけないわけでもないし、はい、柔らかければ何かが必ず優れるのかっていうと僕はそうじゃないと思うんですけど、はい、硬いより柔軟性がある方が 100% いいと思ってるんですよ。怪我もしにくいって言いますよね、はい、でイチローさんも僕が聞いた話によると、その若い時はめちゃくちゃ体硬かったらしいんですよ、はい、でも別に硬くても関係ないからできてるしみたいな感じでやってたらしいんですけど、もうね、晩年のメディアの時は書道補課とかでめっちゃこう柔軟性上げたりしたりして、まあその年齢に応じて多分その必要なものを取り入れたりとか気づきとかあって変わってきてると思うんですけど、僕は絶対硬いより柔らかい方がいいと思ってるし、でこれは子供の野球教室行っても柔軟はうまいとかヘボいと か体格がでかいとか成長が遅いとか、うん、男女とか、うん、もう一切関係ないから、はい、やれば誰でも柔らかくなるって、うん、それを、うん、でもそれを継続していかないと硬い人は柔らかくならないんで、うん、やっていってねっていつも野球教室でも言うんですけど、はい、田村も硬かったんで、はい、柔軟もっと真剣にしようって言って、はい、って言った時に2月のキャンプ行って柔軟するときって、まあ、じゃあ何分間柔軟でフリーのときがあるんですけど、はい、フリーだからこそ自由だから
話しなりしながらするじゃないですか、はい、で僕はそういうのが話しててもいいよ、ちゃんとやってたらいいんですけど、はい、話ばっかりして全然やってなくて、はい、あんまりにもムカついて、はい、そうなんだでキャンプでじゃあもう、はい、自主トレ一緒にやってたからこそ、うん、その指導したのにちゃんとやらないからブチ切れたんですよ、はい、だから僕は別に来てほしいって言って来てるわけでもないし、はい、あの来てって言って来てるわけだから、うん、僕のルール内のことは守らなきゃいけないんですよね、はい、うん、僕いつも思うんですけど、はい、あのそこに行きたいって言って行ってるのに、うん、行ったところの文句言うのってどうなんと思うんですよ。じゃあ行かなきゃいいやっていう、はい、そこに、うん、だからなんかね、これまた違う動画で喋りますけど、はい、なんか少年野球とかで行ったらお母さんの当番とかが多くてとか、はい、お母さんの負担が多くて、うん、すごいきついです、はい、え、分かってましたよねっていう今の時代調べたら分かりますよねっていう、はい、そのチーム、うん、もしかして聞いたりしてね、はい、そのチームはお母さんの負担結構ありますよとか、だってあの僕の子供の幼稚園とかでも、はい、その結構お母さんがイベントごとに積極的に行かなきゃいけない幼稚園だったりとか、はい、あの親の負担が結構多いとかっていうのは、うん、行く前から大体分かるっすよね、まあ、入る前に下調べしますからね、はい、ってなった時に、え、分かった上で行ったのに行って文句言ってどうしたって思うんですよ。まあ佐藤さんとちょっとやってたら佐藤さんはこういう人だろうなっていうのは分かってるから、はいはい、でもそれでも一緒にやりたいっていうんだったら自分が言うことは守れよって話ですね、はい、そうでしかも僕はね、はい、別にそんな大したこと言ってるわけじゃないじゃないですか、はい、お前は俺が言った通り練習をお前こうやってやらんかいみたいに言ってるわけじゃないじゃないですか、はい、柔軟だけはちゃんとやるよって絶対体がこうキャッチャーだったら股関節柔らかい方が柔軟、はい、あの動きも滑らかになるし、その窮屈な姿勢で動くことが多いから怪我の負担にもつながるし、その絶対硬いより柔らかい方がいいし、お前は硬いからそういうのはちょっとずつやったらもう俺でも柔らかくなったやからできるって言ってた、自主トレが終わってのキャンプでそれってまあまあ頭にくるはぁみたいな。そうですね、うん、その後はちゃんと10年やるようになりました。いや、それもしろ、もう俺はお前知らんちって見放されたでもそれはだってどのキャンプ行ってても、はい、やっぱりこうにいればこうにしてないだから、うん、言ってんのに文句ってダメでしょって、まあそうですね、教えてくださいって言って言ってんのに、はい、そのやり方ちょっとって言ったらはぁみたいな、じゃあてめえやる言っとるって言って、多分私文句は言ってないじゃないですか。文句は言ってないけど言ったことは守んない、守んない、まあまあそうですね、まあはい、しかもあの、うん、何回も言ってるからね、それ一発レッドじゃないから、イエローはあるからね、イエロー何回か積み重ねてのもう大きいレッドがバーンってきたわけですね。こいつ毎日やなみたいなそうですそうだったんですか、はい、だからまあね、うん、だから行く人も気合い入りますよね。そうですよね、はい、うん、一緒に やってくださいって言ったからにはやっぱりその、はい、そのルールに従わなきゃいけないし、うん、その人のことにね、うん、もあるし、あの1年行って次の年から行かないっていうのもねちょっとあるじゃないですか。あ、田村選手とは何回一緒にやったんですか。いやでも僕その後怪我とかしたりして、あ、僕晩年だったから、はい、うんうん、っていうのもあるですね。あ、なるほど、そうですね、かぶってたの短いですね、ちょっとだけしかかぶってないんで、3年ですね、はあはい、だからそういうのもあったんで、はい、あれですけど、うん、あのまあ、そこら辺も見ながらですけど、はい、でもまあこれからはもっと一種格闘技じゃないですけど、うん、こういろんな競技の人と一緒にやって、うん、いろんな競技を触れ合っていろんな知識が増えていったら損はないと思うんですよ。そうですね、なんかメンタル面とかでもその違う競技のメンタルをちょっとこう学んでみたりとか、いろいろメリットありそうですね。だからオリックスの吉田選手なので、ね、室伏さんのところに一定自主トレね、はい、やる映像が出てますけど、はい、いいと思うのはいろんなとこ行って取り入れて、はい、で自分のものにしていったらいいんで、まあ、もっと他競技行った方がいいですよね。お、他競技か、まあでも本当楽しそうですね。そうです、しかも新鮮だと思うんですよ、はい、新しいことを取り入れるためには、はい、っていうのも大事だと思いますけど、行ったらね、従わなきゃそうですね、皆さん師匠には従いましょう、はい